ホワイトナイトスペースシップ1を搭載したホワイトナイトホワイトナイトとスケールドコンポジッツプロテウスの比較ホワイトナイトのミッションステッカーノースロップグラマンのレーダーポットを輸送するホワイトナイトスケールドコンポジッツモデル318ホワイトナイトは史上初の民間による宇宙船のスペースシップ1を打ち上げるためのジェット推進の輸送機であるスケールドコンポジッツによって ティアーワンプログラムの一部として開発された。その後は契約に基づき、この航空機は研究用テストベッドとして提供された。2005年6月から2006年4月まで、ボーイング X-37 スペースプレーンの落下試験に使用された。スケールドコンポジッツによるホワイトナイトに対するモデルナンバーは318である。ホワイトナイトは、 連邦航空局に対して N318SL として登録されている。ホワイトナイト輸送機の設計では2機のアフターバーナー付きエンジンゼネラルエレクトリック J85 が採用された。このエンジンは入手性とコストによって選択された。ホワイトナイトは2002年8月1日に初飛行を行った。初飛行は外側の翼にある 可動翼に問題が発生したため、離陸の直後に中止された。この公園の可動翼は、ホワイトナイトがスペースシップワンのパイロットの訓練のためのシミュレーターとして動作できるよう、グライドスロープを大きくするように設計されていた。初飛行の間、機械的な角のセンタートルクは、可動翼を閉じた位置で維持するには、不十分であった。可動翼は展開した状態となり、 リミットサイクルが始まった。パイロットは仕方なく飛行を中止した。この稼働力は、その後使用不可能となり、スペースシップ1に合わせるための、厳しいグライドスロープの要求は断念された。次のホワイトナイトの飛行は2002年8月5日であり、この飛行は成功した。ここから数ヶ月にわたって、開発が進行した。ホワイトナイトの開発と評価が進み、 2003年4月18日にホワイトナイトとスペースシップワンはメディアに公開された。その後、ホワイトナイトはティアーワンプログラムの一部として飛行した。スペースシップワンの打ち上げに成功し、2004年10月4日にアンサリー X プライズを受賞した。その後、ホワイトナイトは2005年と2006年にダーパによる 実験用スペースプレーンのボーイング X-37 の輸送と投下試験に使用された。ホワイトナイトは2014年7月21日に最後の飛行を行い、ワシントン州エヴァレットにあるポール・アレン氏の飛行遺産コレクション FHC フライングヘリテッチコレクションに所蔵され一般公開されている。後継機としては 類似しているが、より大型のデザインのホワイトナイト2がある。この航空機は完全に独立した新しいデザインであった。ホワイトナイトとスペースシップ1は開発費を減らすため、またスペースシップ1のパイロットを訓練するためのシミュレータとし、ホワイトナイトを使用するため、同一の機体全部の外部モールドラインを使用した。初言性能、ホワイトナイト、 最後の飛行ポールアレン氏のコレクションとして、所蔵へ、sorae.jp、https コロンスラッシュスラッシュ sorae.info スラッシュ030201スラッシュ 5244.html2014 年8月12日閲覧。ありがとうございます。